怠け者の夢。怠け者は一日20時間も寝ます。あまりに動かないため体に苔が生えることも。その動きはゆっくりゆっくり。あまり遠くに行けないのが悩みの種。そこへわしがやってきました。あー、見ちゃおれん。怠け者の背中をガシッとわしづかみし、大空へ。夢みたいだ。雲の上だよ。怠け者は大喜び。しかし、わしの気が抜けたその瞬間、怠け者から手を離してしまい、あれ？怠け者は地上に真っ逆さま。そこで慌てて両手を広げた。するとどうだろう。その長くて太い手が羽になったよ。飛べた。僕でも飛べた。